皆さんこんにちはエペボーチャンネルですいつもエペボーへの投稿閲覧誠にありがとうございます、えー、今回は大阪京都名古屋の楽器店を巡ってまいりましたで今回、えー、レポートの第一弾は山の楽器ロックインランバテンさんです えー、山の楽器ロックイン難波店さんはですね、地元の楽器店の店員さんたちからも、えー、一目置かれ、えー、リスペクトされているお店でございます。これはぜひ皆様方のお店に実際に行ってですね、体感してもらいたいんですけども、一つは品揃えもそうなんですけども、製品のチョイスがですね、なかなか渋いんですよね。で、それをですね、こう感じていただけるのがですね、えー ツイッターアカウントですね、このお店のツイッターがあるので、ぜひあのチェックしてみてください。私はあの全国の,あのお店有力店をですね、毎日こうフォローさせていただいてるんですけど、あの毎日エフェクターをここまでこうご紹介されているツイッターアカウントって、まあ、なかなかないですね。で、品揃えに関しても素晴らしいんですけれども、えー、情報発信力も素晴らしいので、ぜひとも皆様方、お店に行けないという方はですね、ぜひこのツイッターアカウントの方をフォローしていただければ、えー、今何が 入荷しているのかとか流行っているとかですね、えー、お分かりになると思いますし、またあの、製品のポイントもですね、ワンポイントもツイッターで書かれているので、非常に勉強になります。で、私も実際今回あの、お店で何が今、あの、おすすめですかとお聞きしましたら、TBCFX だよとかですね、えー、ペダルディガーズがやっぱいいですね、とかって話になるので、え、な、なんでペダルディガーズいいんですかとかってお聞きすると、やはりあの、他の TSK よりもあの、ツヤがあるんですよ。 っていうような形で、あのご自分で思想を転算がされているので、そのペダルの良さとかですね、特性をこう教えていただけるんですよね、ワンポイントアドバイスみたいな形で。なので、ぜひともあのお店に行ったらせっかくなので、お声掛けしていただいて、アドバイスを受けた上で、こう物欲がムクムクっと沸き起こったら思想していただければというふうに思います。で、また手前味噌になるんですけど、エフェボーのチラシとかですね、おすすめのペダルとかもですね、こう、えー、店頭でこうポップ掲示されていますし、えー、初心者の方はですね、エフェボーアワード2017のポップもですね、えー、受賞ブランドに掲示されているので、非常に買いやすい そういうあのお店の作りになっていますのでぜひとも足を運んでいただいて交代、えー、やめた温度を踊っていただいて、えー、購入した暁にはエフェボに投稿をいただきたいというふうに思います、えー、関西の皆様ぜひともロックインナンバー店さんの方に足を運んでみてください、えー、ロックインナンバー店の皆さんご協力ありがとうございましたそれでは本日も音楽のある、えー、素晴らしい一日をお過ごしくださいありがとうございました